このリアル脱衣麻雀ホロリはバップですは全4回にわたって放映されます。各回60分打ち切りの半ちゃん1回戦を行い、各半ちゃんのトップになると PR タイムが与えられます。さらにトータルポイントでトップになった方は賞金10万円をゲット。ただし今回は番組名の通り、失点したプレイヤーは衣装を1着脱がなければなりません。そして衣装を脱げなくなった時点でチョンボとなり、8000点のバップを支払わなければなりません。逆にこのまま流れると一人だけ脱がなきゃならない、そういうことですね。でもペアは切るね、さすがにね、はい、ただこのイーピンなりスーバンなりね、イーピンスーバンリャンワンか、リャンワン、うん、これが誰が掴むのか、うん、誰が掴むのか、トンでした、うん、3枚のうちの1枚くらいをイーワンですね、誰かが掴めば、三藤さんこれもう行くしかないですもんね。行ってほしいね、ええ、行くでしょう。これは行った行った、うん、行きました、うん、3万でした。リャンワンだもんね、3万はしょうがない、はい、怖いけどしょうがない。お、スーバンここに来ちゃった。関数ワンの、うん、人がかがりさんはやめてるので出ないでしょう。出ないね、はい、もう一回リャンソーですかね。したらそうだね、ペイですか。ペイも大丈夫そう、はい、うん、ですね、でだそうですね。あ、出ました。あ、この一品掴んだ掴んだ。三藤さん、どうしたの。上がりです。えなんでピン風を分かんなかった。だってねえ、タイヤばっかり目に行ったかな。ねですね、ですね。これはリーチ、いやこれはもったいない。これで三藤さん当たり牌掴んだら、あとまだリャンワンだけ残ってんの。そうです、リャンワンだけ残ってる。またまたサツキさんだけが、サツキさんだけが上がれるんです。うわー、そんなことあるの。あ奇跡かねえ。ほら、あこんなことがあるのか。うわお、いやーリーチタイヤをだけだけどね、すごいね。リーチ棒は今、高梨さんも出してんだね。はい、いやいやいや、26ですね。26は29なんですけど、リーボーで3900、うん、そうそうそう、はい、さて三藤さん1枚目です。呆然としてますね。いいピンで上がれたのか、今状況分かったんですね。ね、いいピンでね上がってたもんね。ああ悔しい。しょうがない、はい、こっから上がるしかない、上がるしかない。そうピンフね、ピンフもちゃんと覚えましょう。そうですね、ピンフ覚えましょうね。はい。トンの3曲親は今補充した形になりました。三藤さんです。ドラはいいそう。さて三藤さんの手はどうでしょうか。リチュバーだね。パーソーがアンコ、うん、ここチーソーローソーとくっついてっていう手ですね。本当は6788になってからいいですね、はい、ここは。あとは第一つもは両ピン、うん、シャーなんて切ってその、はい、その間にどんないつもが来るか。上がったさつきさんは初が問いつ、そうですね、また初をポンしてまっすぐ積極的に行くことでしょう。高梨さん初が浮いてます、うん、はい。かがりさんは差し子が一つできてます。白といつで、はい、まあ、もうすぐに出ました。ポンかポンですね、ポンですね、うん、はい、きっと9ピンあたりを切るのかな、うん、そうですかね、そうですね、はい。ローワンを引きました。ここも9ピンあたりを切るといいですね。そうですね、そうですね、はい。リアンスを引いた高梨さん、そうですね、はい、ここもなってますね。三藤さんはドラ、ドラの椅子いらないけど何から切った。あ、椅子切っちゃった、あ、まあ、何もいらないからね。そうですね、椅子さえ来なければいいけど、お、はい、いや今のポンでこのカウンスを引き入れる、ね、もう本当に順調に、ね、はい、
来てますね。はい、ウーマン引いて、あ、これはいいですね。三品か数層、うん、そうですね、これもいいですね。はい、赤ウーソー、これいいの来たね。はい、うん、高梨さんもかなり期待が持てます。あー、いい層にリアンソーがくっついた形になりました。まあ、そうなんですよね。まあ、これで3層なんか引いちゃうとがっかりしちゃいますけどね。はい、ここの連想はいらないでしょ。しかもそれで 1,2,3 の3色もあったかもしれないみたいに、もしもね3層来ちゃうとね、っていう、ここ連想はどうぞ捨てちゃっていいじゃないですか。そうです ね、もう前進すればいい、ドラ持ってきてもいらないくらいのね、はい、つもりで。お、いいの来たね。これで数層切っていいシャンテン、はい、うん、これは大チャンス。これはその代わりもうポンテンでもいいのかな。そう、まあ、安いですけどね、でもそういうの積もがると3人脱がせられるんでね、うん、あのそこで本当はさつきさんからだけ上がるくらいの気持ちでね、はい、他の2人から見逃すくらいだと面白いんですが ね、 そうですね、はい、あ、白ポンテンになるぞこれ。本当に白ポンテンか、ポンポンテンですね。はい、言った。でパースを切るスチューワンです、うん、このスチューワンが出ないで積もることを期待したいですね。そうですね、うん、高橋さんも手は進んでいます。パーワン、スチューワンだから大丈夫です。親の水戸さんは苦しい。そうだね、ここがスチューワンがすぐには出ない、1枚目入っちゃう形だね。そうですね、うん、ってことはやっぱりかがりさんが積もるのがいいね。チーバンはいっぱい山にあります ね、 これは上がれそうでしょう、さすがに、はい、うん、チーバンなんか全山なんだよ多分ね。そうですね、うん、数ピンが頭になって両ピン切るのか、まあ、ローソー切るかどっちかだね。そうですね、両ピンですね、はい、切りましょう。で数値がここは入るから振ることはない。そうですね、はい、どっちも入りますもんね。そうそう、ダブルで入っちゃいますからね。だからここは本当にいい流れ、ね、あ、ね、赤ウーピン引いた高谷さん、これで赤3枚。本当だ、パーワン切っちゃうもいいですね、はい、これでいいですね。両ワンポン、ウーピンポン、パーピンポンでもテンパイする、はい、ゴロッチ入った。あれ、これでテンパイか、両ピン切って。そうですね、テンパイですね。ルーしなかったけど、はい、テンパイです。お、はい、今思ってる、追っかけたかけた、はいはい、リーチです。ペン3万、親ですからいいですよ。ペン3万対スチーワン、お、ここの3、今いきなり3万持ってきてる。うわー、3万があと1枚、この3万 出るか出ないかどうか、はい、パワー負け物だからね。3万あと1枚になってしまいました。早くも1枚か、はい、うん、9万、うん、あとはここのさつきさんのところの3番が出る形になるかどうかでね。そうですね、ミス番持ってきた時にひょっと出しちゃえばね。そうですね、おっと、テンパイに行った。そうだ、どう受けるか、ウーピン切るかパーピン切るか。そうですね、まあでもウーピン切るかパーピン切るかしかないですね。 それで両番も危ないんだよ、さつきさんね。そうですね、3番か両番どっちか切ったらね、そういうことになっちゃうからね。さあ、どっち切るかな、どっちを切って天杯にするか。どっち切っても1枚ずつ、残り1枚あるんで、ええ、うん、パーピンかウーピン、いい、パーピンでいきましたね。ウーピンとリャンマンのシャンポン3人天杯です。さあ、なかなか面白いよこれ。こうやっていくとローバンと3番とかって出そうじゃないですか。そうですね、佐々木さんも上がりに行っています。リャンワンも当たり牌、うん、ローワンだけが通る。これでローワンを打ったらなかなかなもんですが、いやでも順番もローワンからなんだよね。いらない、スーピンだったらローワンだよね、まずはテンパイ、あの自分のことだけ考えればローワンなんですよ、はい、3番切るくらいならローワンなんでね、はい、一回ローバンで一巡しのげて、うん、で他の人が振り込みあったりすると助かっちゃう、はい、あ、でも3枚選んでるね、はい、これ3枚選ぶと1枚、はい、はい、これ上がりで水戸さん上がりました。これ上の上がりになるからね、はい、連チャンだからこれはちょっと、さあどうなる。ドラは1枚今ドラない、あ、ゼロだ、ごめん、であの裏ドラが、裏ドラを見ましょう。そうそう、裏ドラを、裏ドラを見ましょう、水戸さん、裏ドラを見ましょう。さあ、ここだ、1個あった、
3900ですね、うん、はい、まず1回、はい、で一番いいところから上がったね、はい、いやいや残念でしたね、もう振り込む形になっちゃいましたね。 6回切っても次が3だし ね、うん、あと2も他の人の当たり前だったしね、うん、そうそうそう、しょうがない、ね、そうなんですよ、だからもうあれは振り込む形だったんですよ、ここは振り込む運命だったかな、ね、ということで何をいきましょうか。何、あ、な、髪の毛を触って髪止めで、あとは1枚しか残ってないんだ。そうかそうか、うん、そうでございましたか。この次で一気に、はい、一気にガーッとガーッと、ね、はい、さてとにかく連チャンの水戸さんです。ドラは今度はウーアンですが、果たしてどうか。水戸さんの手にトンが1枚、シャーナウーアンも1枚見えたね。ウーアン1枚見えてますね。うん、あー、カンちゃんが多いかな。9番といつ、うん、ハイパイはイマイチです。イマイチです、はい、さあ第1質問は、あ、ウーマンだよ。おー、これはやる気になりますね。だからもうこれはもう本当トンでも重なってくれないと厳しいかな。そうですね、そうですね、さつきさんはいい手ですよ。なんか全部ミスが、ね、ずらずらずらって、ね、はい、もうペイを切ったら残り全部数の範囲です。かがりさんも悪くない。かがりさんもすごい、うわすごいな。これもあっという間に先輩しそうな。いやこれは、あー、シャーいきなりかぶってしまった。そうそうそう、いやさつきさんが相当確かにいいですね。かがりさん6球1サブローソーカンウーピン、その辺、まあ、カンウーピンっていうのはリャンウーピンになってもいいんだもんね、それで数のメンツ数足りちゃうからね、はい、うん、ここはパワーワンを打ちました。さてトン、まあ、トンはいらない。もうこれでこれもいらない。水戸さんにトンがいける可能性はみんな1枚ずつなんで、ま、そうだ、ないね、はい、うん、あ、うわ、あんこすごいことになったですね。もう自分の壺に期待して、はい、ね、あのリーチで攻めるしかない。そうですね、これはチャンスではチャンスでなんで、チャンスといえばチャンス、はい、ただ他の人が手が進むと、さつきさんかな順番、はい、さつきさん詰まってないじゃない、悩んでます、ね、今のは単純に順番分かんなかっただけで、ね、ああそうでしたかね、はい、うん、ウーピン化されました、うん、で今度こっちは、かがりさんも積もってください。え、かがりさん三ピンどうかするんですか、ポンするんですか。あ、そうか、三ピンポン考えてんだ、しない方がいい高くしよう。三層引いて高梨さん、うん、高梨さんも巻き、まあの形としては苦しい。いやいやいや、いいピンか。チーピンが重なりました。ローマンとかけちゃってもいいかもしれないよね。そうですね。タンヤオかピンフかってつもりで。はい。三万でもいいけどね。三万とかローマンとか。はい、チーピン積もぎり。はい。あ、これで2、3、4できた、うん、3ピン切ってイーシャンテン、はい、ローピンからですか、どっちでも一緒、とりあえずイーシャンテン3ピン切っとくと、ウーピンでも引いた時に、うん、3メンチャンのところでそこで数層カンとかってできるんだけどね。そうですね、こうやっちゃうともうサブローソーと6球カンリャンワン入りました。ローワン来ました。ローワンはね、ウーワンあんこで、うん、案外使いにくいかもしれないよね。そうですね、パーピンですが、さつきさんどうしますか、うん、チーピン切ってます。さっきチーピン切んなければ、さっきローマン切ってると、うん、またこれで7788になってね、うん、っていうのがあったんだけど、まあ、これは切っちゃうんだろうね、うん、リアンソーはいいでしょう。さて高梨さん、さっきカンリャンマン入ってここが数ピン重なって、うん、うん、水戸さんはペイ切り、ここはかがりさんが圧倒的に早そうだな。そうなんですけどね、サブローソー6番が入ったらリーチ、はい、うわ、こうなりましたか。でもイーピンが振り点なんですよね。あ、そっか、イーピン振り点だからこれ切っちゃった方がいいね、振り点残して積むしかないのに比べたら3ピン2ピンを、はい、数1ほう、これで遅くなるですね、ちょっと心配、うん、うん、
こういうところなんですよね。そのなんて言うんだろうね、あのスピードがね遅くなるパターンっていうのはね、はい、何かに例えば今の場合だったら一平行ばっかり見えちゃってとかね、はい、何かにこだわった時にスピードを落としちゃうっていうのがもったいないやつだね、はい、ここはそもそも遅いから大変ですしね。そうですね。これで7、8、9で一つ前進で、はい、ロー1か3番これでイーシャン点です、はい、で結局いつの間にかサツキさんイーシャン点で、イーシャン点ですね、うん、椅子チーソーが欲しいところです。スーソーがない、スーソーないだけにこれ苦しいね。実は苦しいかもしれません、うん、これでスーワンを切ればいいですね。そうそう、はい、これで振り点の椅子ピン引けば最高最高ですね、はい、うん、でもスーピンは2枚ここで、高梨さん使ってて、まあ調和という1枚残ってるね、うん、で E ピンは場に1枚だけしか出てないから振り手の E ピン引き戻すチャンスもある、うん、そうですね、うん、今は高梨さんの切ったね、チーソーを、はい、三藤さんはこれはしょうがない、三藤さんが厳しすぎる ね、うん、ねロー1はこれは、まあ、別にたまたま来たロー1切ってまたロー1、はい、このロー1チーしてテンパイ取れないので、うん、今欲しいのはイスピンとサブローそうなっちゃってるから、はい、かがりさんは積もるしかないですよ。考えてるんですか。また考えちゃった。あー、まあ、チーしてチー1切るとね、はい、両ピン三ピンのポンテンとか取れるんだけどね、はい、うんうん、あれまだ積もってない、うん、まだ考えてる、うん、うん、しそうだね彼は。そのようですね、はい、しそうだね、うん、上がるだけならこれでもいいかもしれない。はい、この後でリャンピンポン、サンピンポン、サブローソーチー、リャンウピンもチーか、うん、もあるしね、うんうん、うん、高梨さんは苦しいね、相撲が悪い。そうですね、でもっと辛いのが三藤さんかな、うん、辛いね、はい、ってことはここで、まあ、でも数層ないからここもね、はい、イーソーチーソーだもんね、はい、どっちか。高梨さんのこの関数層も入ることはないんですよね。そうだそうだ、はい、ってことは嘘を切っちゃった方がいいんだけどね、でもそれは分かんないから、分かんないですからね、うん、でもとりあえず嘘を切れるかな、うん、切りそうじゃない、ちょっと、はい、うん、うん、ほら切りそうだ、リャンピンポンポン、これポン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 、あ、これでテンパイ取りました、うん、サブローソー待ちです。これでタンヤオの、はい、のみですけどテンパイ、はい、サブローソーで高梨さんは次、お、789、そうですね、それが9番が入りましたからね、うん、ドラの上がポツってあるってね。そうなんですよね。まだ切りたくないでしょう。はい、できたら上にくっつけてね、一通の目とか。そうですね。ね、まあ、重なることはないんだけど、それも希望してるかもしれません。これですぐには出なくて済んだ三層もね、はい。はい。このローピンは三藤さん欲しくてもチーできないね。そうですね。E1。そう。E1は何もないね。これパーソンもどうしようもない、はい、チーソーもどうしようもない、はい、どうしようもないというかサブローソーですからね、うん、しょうがないですね、はい、ここは
これはさすあとはサスケさんが転配できるかどうかぐらいかな。そうですね。ローワン。これでまたウーピン。あ、ローソン。え、宝珠になります。宝珠になる。なんと。チーソーがそうか3枚出ちゃったんだ。うん、でファーソーで次がローソーだ。そうですね。チーソーが3枚見えたのが。ウーピンは3枚になって。うん、ああ三ワン頭っていう考え方ですね。これ数ワンリアワン切りそうな感じ。そっか。ひとまず三ワンの方がまだ広いんだけどね。これでローソー出るかな。でそうだね。はい。そうすると抜くのは三藤さんだけなので、はい、時間のことを考えるとさつきさんがどんどん有利になってくる。はいはい、はい、1000点1000点1300ですね。一本ばっか、はい、1000は1300。すごい小判になっちゃいましたね。そうですね。結局羽まんも親まんも何も出ないっていうことかもしれない、ね、脱ぎっぷりのいい三藤さんが2枚目これいくわけですね。このこれはシックな黒のチャイナをこれ、はい、いや親亡くなってしまいました。私ディスカスカバです。映画大好き映画カバ、動画配信サービスじゃ物足りない。カバだけに映画丸飲みしたい。ディスカスなら 96% 以上カバー。音楽も J-POP、アイドル、洋楽全部丸飲みしたい。その気持ちもカバー。あなたの見たい聞きたいとことんカバー、究極のエンタメ国会図書館、ツタヤディスカス。